種から多肉、ミソップです。7月に入り、梅雨も本格的になり、雨音が絶え間なく続いています。時折見せる晴れ間に、太陽のありがたさを感じます。とはいえ、雨も降らなければ困ることもたくさんです。雨にも感謝しながら、多肉たちを守っていきましょう。今回は、そんな梅雨の中、7月の多肉ごとお届けします。まずは何といっても天気予報をチェック。夏の天気予報をチェックする最も重要なポイント、最高気温です。最高気温が30度以下で曇り空が続くようであればお水をあげて大丈夫です。さらにその曇り空の時は遮光ネットを取ってあげての水やりがおすすめです。高温多湿が苦手な多肉たちにとって梅雨や夏はお水を切り気味に育ててあげると比較的病気のリスクが下がるんですが、葉がシワっとなりすぎてさらにしっかりと乾燥しすぎた場合、傷んでしまうこともあります。なので葉がシワっとなったらお水をあげたい。ですが真夏日和が数日続く、そんな晴れ間の中でのお水やりは少し心配です。ですので曇り空が続くようなベストタイミングがあるようでしたら、底面給水で優しくお水をあげましょう。詳しくは夏の水やり動画をお届けします。簡潔にお伝えするとこうです。トレイを用意してお水を溜めます。お水が溜まりました。この時お持ちでしたらぜひリキダスなどの活力剤を入れてあげてください。こちらにシワッとなった多肉を見つけたら底面給水で3秒から5秒、こんな感じです。1、2、3、4、5、しっかりお水を含んで少し重みが増しました。これで大丈夫です。どうしても私が数えると5秒すごく早いので、実際は3秒ぐらいかなと思います。今ご覧いただいたように1鉢ずつちょこんとつけてもいいですし、トレイにシワッとなった多肉をまとめて入れてこうでも大丈夫です。1、2、3、4、5、はい。鉢の大きさや根の張り具合によって秒数多少変わりますが、このぐらいの秒数でも次の日しっかりとお水を吸ってくれます。早めの5秒、もしくはしっかり3秒でも大丈夫。続いてはパトロールです。夏の多肉パトロールはポイントがいくつもあります。まずはズバリサマータイム、早起きして多肉たちと触れ合う。時間でいうと10時11時頃までには必ず済ませましょう。それ以降は熱中症になる恐れがありますので、早起きしてパトロールすることによって健康にもいいですし、多肉にも優しい、ご自身にも優しい。その時のポイントなんですが、水分補給をしっかりとしましょう。心地よい温度と感じてもお昼に近づくに従い気温がぐんぐん上がってきます。その気温の上昇に気づかずに多肉ごとに熱中してしまう場合も多いです。その熱中症につながります。なのでそうならないためにも、じゃん、保冷剤。こちらをどうするかと言いますと、手ぬぐい、こちらにこう置きます。ここを少し開けるのがポイントです。
そしてくるくるくるっと巻いていって、こう、こちらを首に巻きます。こうすることによって保冷剤がこちらとこちら、頸動脈を冷やしてくれます。さらに日中も多肉ごとをする方はこちら、じゃん、空調服、世界が変わります。夏の中に春が来る、そんなイメージでしょうか。もしくは扇風機の前で風を独り占めしている感じ。とにかくずっと涼しいです。 Amazon などでも比較的お手頃な価格で購入することができます。ちなみにこちらはワークマンです。一日中外で作業する警備員の方などとは違い、一定時間の多肉ごとなので、すごく高級なものでなくても大丈夫です。お手頃な価格のものでもとっても頼りになるパートナーです。何よりも無理はしないことです。ご自身の注意点はこんな感じですが、多肉たちの注意点としては、葉が溶けていないかチェック、透明になりかけた苗があれば鉢から取り出して乾燥させてあげましょう。あとは外葉に肌にのすった跡がないかチェックです。外葉がやけにシワシワになっていたり、カリカリになったり、夏なのに冬の顔をしているなど、何か様子がおかしいときは少し調子が悪い場合があります。そんなときはじっくりと観察して、貝殻虫がついていないか、葉は透明になっていないか、お水は吸えているかチェックしてあげましょう。最後に、日に日に夏に染まっていく多肉たちがいるので、この暑い時期にぜひお楽しみください。夏に紅葉のピークを迎える多肉たちがいます。例えばこちらのエレイン×ロメオルビン、ロメオルビンやロメオの交配は夏に赤みを増します。こちらも素敵な染まりを見せてくれています。シムランスライオネス×プリドニスグリーンフォーム×リラシナ、リラシナ交配も夏に素敵な染まりを見せてくれるものが多いです。そしてこちら、ロメオルビン×ラウイ、冬の間そして春の間もグリーングリーンしていましたが、気温の上昇とともにこの深みのある染まりを見せてくれました。日々の変化をどうぞお楽しみください。ということで、今回は7月の多肉ごとをお届けしました。初めての夏を迎える方は心配事も多いかもしれませんが、意外と多肉たち元気です。年を追うごとにどん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 仲良くなれますので、いろんなことを経験しながら楽しんでいきましょう。これからも夏の多肉のお手入れ動画をお届けしますので、よろしくお願いします。皆さんの多肉がきれいに育ちますように。いやー、今日はムシムシするハウスの中でたくさんお話しさせていただきました。今日の多肉のお供はこちら、じゃん、グリーンだから。いやー、皆さんの前で飲ませていただくのは久しぶりですが、毎日のようにいただいております。では早速、いただきます。うーん、おいしい。ハウスの中で飲むグリーンだから、餃子と飲む
ビールぐらい美味しい。汗をかいてシワシワになった体がまるでリキナスを揚げたようにムチッとパツンとなります。これは午後からももうひととき多肉たちと触れ合うことができそうです。あ、これはまさにムチムチグリーンになった多肉。いやー、夏にリキナス水をあげてムッチムチになった多肉。ん？なんでグリーンだからなんでしょう。なんでそう思ったんだろう。あ、グリーンだから。